いや、秋も深まってきましたね。そうね、日が落ちるのも早くなってきたわね。まさに秋の夜長って感じ。そうそう、そんな夜にしんみりする映画を見ようと思うんですが、何かないですかね。いきなりすぎじゃない？というか、なんでしんみりなのよ。いや、最近千秋にコードル系ばっかり見てたんで。ああ、なるほど。じゃあそうね、これとか。いや、これどう見てもゾンビものですよね。こんなの見てしんみりできるのはゆかりさんぐらいです。失礼ね。とりあえずあらすじくらいは聞きなさいよ。なるほど、確かに。ではお願いします。舞台はイギリスのロンドン。主人公は普通の青年コリン君。はいはい。で、コリン君が自分の部屋でゾンビになったところから映画はスタート。いきなりかい。そしてフラフラと街に出ると、そこはゾンビパンデミックでえらいことに。おお、あ、もしかしてそのコリン君がゾンビを率いて人類に襲いかかる展開に。とはならないのよね。え、それじゃあ。生前至って普通の青年だったコリン君、ゾンビ化後も至って普通のゾンビなのよ。ふむふむ。なので、そうね、普通のゾンビ青年が普通のゾンビパンデミックの街を歩く普通のロードムービー。普通とは一体？途中で初めてのお食事を経験してみたり。それってつまり人間が立てこもってたシェルターが崩壊して大騒ぎのところに参加してみたり。いや、それ普通のゾンビ映画のクライマックスなんじゃ。ゾンビ映画あるあるをゾンビ側から描いてる感じかな。なるほど。でもそれのどこがしんみりするんですか？まあ聞きなさい。そうこうしていると街でばったり実のお姉さんに遭遇。おっと、ゾンビ兄弟ものか。いや、お姉さんはまだ人間ね。なんだ、じゃあ弟を助けようと近づいたお姉さんをガブリと思うじゃん。出ましたね。まあ助けようとするのは当たりだけど、ちゃんと拘束して家に連れ帰る。おっと、意外とゾンビリテラシー高めって。お母さんに会わせたら正気に戻んじゃねと。あれ、そうでもなかった。あ、もしかしてそのあたりの家族の葛藤でしんみりですか？それもあるけど、それだけじゃない。あら、どうもコリン君適当に歩き回ってるみたいに見えたけど、どこか目的地があるみたいなのよね。え、ゾンビのくせに。とまあ言えるのはここまで。少なくとも私はしんみりしたわ。うわ、気になる。あ、ちなみにこれほぼ自主映画だから手ぶれ注意ね。え、そうなんですか。制作費なんと45ポンド日本円で6000円いかないくらい。なんだって。だから監督、脚本、撮影、編集全部一人でやってる。マジか。え、でもゾンビものなら大量のゾンビ役がいりますよね。ネットでボランティア集めたそうよ。ゾンビやりたい人募集って。ああ、お好きな方々が集まりそう。一応現場で紅茶とお菓子は振る舞ったらしいけど。さすが英国。あと特殊メイクに関してはプロが手伝ったらしく、結構ガチだった。なるほど、そこにお金かけた感じですかね。ちなみにゆかりさん的には。私は好きっていうか悔しい。はい。ゾンビ好きがゾンビ好きを集めて作ったゾンビ映画、しかも制作費1万円以下。私も映画撮ってみたくなったわ。でもゆかりさん、知らない人とは緊張して喋れないじゃないですか。そんなんでできるんですか？ぐぬぬ。じゃあこれちょっと見てみます。あ、DVD か。そうか。さすがです、ありがとうございます。